はい、どうも皆さん、こんにちは。カズバンでございます。さてね、今日もこちら、エクストレイルちゃんのお話でございますね。はい、ということでねえ、僕が新車購入しました、このエクストレイルちゃん。え僕のね、YouTube をご覧いただいていらっしゃる方はですねえ、もう何度かご覧になってらっしゃるんじゃないかなと思うんでございますけれども、え実はですね、初期の頃からこちら、ソレックスのヒッチメンバーがついていたのをご存知でしたでしょうかえ。こちらに関してね、全くのスルーで動画を上げ続けていたんでございますけれども、 えついにですね、このソレックスちゃんについてですね、語らせていただこうかなと思いまして、こちら動画作っておりますえ。まずですね、このヒッチメンバーについてなんでございますけれども、えこれね、今下の方を見ると、こんな感じで取り付いておりますヒッチメンバーなんでございますが、こちらのヒッチメンバーはですね、僕はあの、ふん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 の買用品店で取り付けをお願いした商品でございます。 ヒッチメンバーはですね、そもそも、えー、大きく分けて2種類ございまして、僕が今回買ったこのソレックスちゃん、えー、このステインレスですね、このピカピカ銀色の、えー、いかつかっこいい材質でできたヒッチメンバーと、あとは真っ黒のですね、スチール製のヒッチメンバーということでね、材質が大きく分けて2種類ございまして。 お値段は、やっぱりね、スチール製の黒いやつの方が安いです。えー、なそこでなんで僕がまあ、ソレックスを選んだかっていうと、まあ、その、ふん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 の店員さんにですね、まあ、スチール製はどうしてもやっぱ錆びが出るということで、できれば、ステインレスの方がね、錆びにくいということで、こっちの方がおすすめだし、かっこよくないということでね、まあ、錆びる錆びないというより、僕的にはこの見た目がね、かっこいいやんと思って選んでしまったっていうような商品になりますね。 えー、オートバックスでいいのなんて思った方もいらっしゃるかもしれないですけど、えー、非常に優秀でしたよ。この、えー、ヒッチメンバー、これね、電気も配線もねで、ブレーキランプのとこから引っ張ってもらってるんですけど、こういう電気の配線と、あと穴開け加工、本体の穴開け加工をした上で、ソレックスのこのヒッチメンバー取り付けるんですけど、それも全部含めて半日もかからない、4時間ぐらいでもあっという間に終わったよっていうふうに電話来まして、えー、すごい作業、早っと思いましたね。 まあ聞いたところによるとね、ねこのソレックス以外でも、例えばねエクストレールの車種専用設計で、こんなごつくない、もっとスタイリッシュに、ね、チュンってつくような車種専用設計のヒッチメンバーとかもあったりするんですけど、そういうのもね全部オートバックスで、えー、あの購入することができるみたいです、注文入れて。 まあ僕はね、今回ね、この、えー、かっこよさを重視して、えー、ソレックスのね、ヒッチメンバーを取り付けましたけれども、えー、ぜひね、お気に入りのヒッチメンバーネットで見つけてね、オートバックスで取り付けてもらうっていうのもいいんじゃないでしょうか。えー、動画内の方はね、えー、このサイズ感を測ってますね。玉の一番上のところでだいたい46センチぐらい、地面から46センチぐらいのところに玉が来るような感じですね。一番地面に近い部分はこの根元の部分ですね。根元の部分でだいたい地面から20センチぐらいのところに、えー、ありますね。 ただね、これ、高さ的にはこんな感じでね、他のもともと車の足の部分のパーツとかね、マフラーの部分のパーツと、そうあの平行で見た時には変わらないんで、最低し地上高自体はそんなに多分ね、変化がないと思います、きっと。ただ、一番お,お尻の部分にね、このソレックス自体はつきますんで、デパーチャーアングルっていうんですけど、お尻の部分のアングルはだいぶ削られちゃうなーっていうような感じではありますよね。 で、なんでこのヒッチつけたのって言われれば、じゃーん、こちら、ヒッチキャリアをつけたかったんですよ。今回買ったのは、こちら、カートっていうね、えー、アメリカ製かなんかの、えー、安めのヒッチキャリアでございます、えー。僕の周りでもね、意外と持ってる人多かったみたいなんか、俺も持ってる、俺も持ってるって結構周りにいました、えー。何を書くそうですね、今回僕のこの買ったエクストレイルは、えー、仕事用、プライベート用、えー、兼用車でございまして、 僕のね、この建設業でね、自分の車を使うということは、漏れなくですね、あの自分のマイカーの中がね、もう、こっちゃこちゃのぐちゃぐちゃの、テッカテカの、べっかぺかになっちゃうわけなんでございますよ。もう、車内に乗っててもね、あれ、まるで外にいるような、じゃりじゃり感みたいなね、そんな感じになっちゃうもんですから、それをなんとか回避したいなとね、プライベートも兼用なわけですからね、プライベートにそんな砂場みたいなね、あの車に乗りたくないじゃないですか。なんで、あのそれをなんとかするべく、このヒッチキャリアを自分のね、 エクストレイルちゃんのお尻につけてそこに仕事道具をいっぱい積んで仕事をしようというそういう魂胆なんでございますよねそんなこんなでねエクストレイルにヒッチメンバーを取り付けてこのヒッチキャリアを購入したとこのねヒッチキャリアを組み立ててる時の僕はもっと簡単にこの先もうまくいくんだなだろうななんてね考えながらこれね楽しく開封してるわけなんですけどここからの道のりは結構長かったです はい。ちょっと箱の大きさからね、薄々気づいてはいたんでございますけれども、やっぱりこれ、組み立てる式だね。ニトリの家具とかと一緒だわ。この、えー、こんな感じで、えー、組み立てるということで。まあでも、これは別に、えー、英語がわからなくても、えー、ステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4っていうことで、えー、書いてあるから、まあ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 、文字が読めなくても、なんとかなるっていうか、まあ、プットザプットザ、ツーシャンク。 シャープに、アンダーザミドルオブプラットフォーム、すごい簡単なことしか書いてないから、多分、日本語じゃなくてもできそうですね。なんてね、偉そうなこと言ってね、これやり始まったんですけどね、なんだかね、途中までは良かったんです。こうやってね、順番にインパクトで組み立てて、後ろに、この柱の部分ですね、繋がる柱の部分をおけつに取り付けて、 で、表の方に裏返しまして、えー、取り付けをまた進めようと思って、ここぐらいからで、ね、おかしいです、組み置きが。なんだこれ、アメリカ製うまく取り付かねえじゃん、説明書通りにやっても。いや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 、早速、こないだ買ったえプライヤーが出番かなとかつって、ほら、金づちまで持ち出してきて、まあまあまあ、いろんなことやってみてね、ほんとどうもならんですよ。これ、付け忘れたよ、これ。なんだ、これがいるんだよ。ほら、ここにちゃんと切り欠きあるんだよ、これ。切り欠き、これ。ちゃんと切り欠きあるんだよ。 うんそういうことか。いやーこれなら英語の説明で書いてあっても英語も簡単だし簡単に組み上げれますね。 バカかよっていうね本当に説明書何を見てるんだっていうことでね全然ねパーツを1個付き忘れたじゃ感じでもうすごい苦労してね1回外すのにも苦労したしその、ね、必要なパーツを取りまた取り付けるのにも苦労したしね本当に説明書をちゃんと読まないほんとクソガキですねこいつは。うん できましたー、なんですが、まあできましたーというか正確には、あとこれ、これをね、ここに取り付ければ、こうやって折りたたみもできるし、こういうふうにも、こういうふうにね、付ける、こっち側を車体につけることもできますよっちゅう金具を付ければ取るって出来上がりなんですけども、気づいちゃったよ。これが僕のヒッチメンバーについてたヒッチボールね。ほら、 形が合わないんだよ。この外国製のやつのが、この四角がでかいんだよ。でかいってことはハマらないんだよ。これがハマるようにできてんだもんだってソ、ソレックスの方は。なんだよ、この形四角に種類あるなんて知らなかった。なんか変換するような何かを用意しないとダメですね。 はい。そしてね、え、組み立てミスに続きまして、そもそも注文した、え、このヒッチキャリアのサイズが違うというね、いろいろ調べて分かったんですけどね、このソレックスちょっとで、ね、特殊なんだわ、この口が。4センチ角なんだって、4センチ角、このソレックスちゃんは。でも、普通は2インチって言って大体5センチぐらいの角らしいのよ。 だ5センチの角が作られてるところにさ、4センチの角はどう考えても入らない。1センチちっちゃいんだもんだって。ということでえ、動画にも言いましたように、これを変換するためのえ部材をまた別に注文することとなりました。ここからまた1週間時飛ばし。じゃーん。あれから時は流れまして。えー、こいつのね、この角と、この、 にここの角が合わない問題に関しましてねやっとこのアダプターが届いてまいりましたアダプターがはいということでねえこちらの方はね Amazon で買ったものではなくてヤフーシャーペーンで購入したこちらになりますね はい、なぜこれにしたかというとまあお値段がお手頃だったっていうのもあるんですけど商品名見ていただくとちゃんとソレックス 40mm50mm にって書いてあってソレックスって書いてあるからこれを買ったんですよわざわざなのにですねえこちらもまた問題作でございましてあっえでもなんかちょっとゆるいなえー、えー まんねえはあはいちょっとこちらご覧いただけますかこちらちょっと微妙にこれ合わないんだこれちょっと微妙にこれ合わないよなんでだよこれ専用って書いてあったのにソレックス専用って書いてあったけどこれもなんかちょっとガタガタするしこれなんでこれなんか微妙にサイズ違くない,いやあもうどういうこと はい。ということでね、まあ、ゆるゆるなのは1000歩譲っていいとして、そもそもこのピンが通らないっていうのはね、ソレックス用ってなんなんと思って、えー、このね、なんて言うんでしょう、この四角の部分がちょっと長すぎるんですよ。長すぎて、丸の位置がちょっと合わなくてピンが通らないんですよ、ね。めっちゃ腹立つと思って、え、一生懸命もディスクグラウンダーで削って、ちょっと短くして、え、加工しております。 じゃーん。無事、えー、装着できまして。いや、結構ね、見た目はね、シンデレラフィットなさん、見た目はめっちゃいいんだけど、ガタつくのよ、これが。ガタつくのよ、ガタつくのよ。すごいガタつくの。だからね、これを例えばこっち側に置いたら、ね、わかるこれもスーパー斜めってるからガタガタよ、ガタガタ。 まずここの部分がサイズがなんかぴったりしっくりきてないのれガタガタでしょ、ここでもガタガタしてる、ここでもガタガタ、二重のガタガタで超ガタガタみたいな、超ガタガタなんですよ。はいということで、またあれから1週間ということで、ネットでこのガタつきをなんとか解消するためにいろいろ探しましたところ、こんなものが見つかりました。 その名もね、ヒッチキャリア用ガタストップ、ガタストッパー、ガタつき防止金具ということで、まあガタガタ自体はあるあるなんだね。こういうのがエイメゾンにいっぱいあったよ、もう、えー。中に入っていたのはこんな感じの鉄の板と、あとは、えー、なんていうんすか、U の字をした、えー、ボルトというのかな、あとナットとね、えー、そんなものが入っておりまして、この2つを組み合わせることによって、このナットの力で、えー、もうガタガタをなくしてしまおうという商品でございます。 えー、そしてね、この、えー、前回届いたこのウソソレックス対応ヒッチアダプターは、えー、もうこのヒッチキャリアに固定してしまうことにしました、もうボルト止めで内側と外側からもうナットでかまして、もうがっちり固定してやるということにしまして、こんな感じで外側にボルトがいて、内側にもナットを1つ入れて、もう内側と外側でぎゅーってかしめて、もうがっちりと固定してやるということで、えー、この作戦でもうこれ自体はがっちり固定されました。 えそれでソレックスちゃんの方にさっきのエイメゾンで買ったえこうガタつき防止ストッパーみたいなのを取り付けるということでインパクトでもうがっチりさっきのナットを締めナットと何ていうんですかねあの板で締めつけてやるっていうような感じですねでこんな感じでねもうあのナットでギューってこう何て言うんでしょうねこの鉄の板をこうくくりつけてこうギューってこう圧をかけて押さえ込んじまおうっていうような商品でございましてこれ意外とねつけたらもう全然ガタガタなくなりましてこれはこれでいい作戦のものだねっていうふうに思いました はい、ということでね、紆余曲折ありましたが、ようやっとヒッチキャリア自体はがっちり取り付けることができましたんで、えー、ヒッチキャリアに続いて乗せていくもの。まあ、箱がないとね、そこに物を乗せられないんで、僕の場合はあの工具とかね、えー、そういったものを乗せようと思ってましたんで、やっぱり箱がないと始まらないわけなんですけど、普通だったらここにね、RV 箱みたいな、こういうやつを乗っけるんですよ。 まあキャンプとかに使うんだったらねこういうやつでもこと足りると思うんですけど僕の場合はもうこのヒッチキャリアにも常設で常に車の後ろに箱を置いておきたいっていうことで考えると今の RV ボックスだとちょっと何て言うんでしょう,こうロスが大きいというかもうこのヒッチキャリアの面積をこうフルに活かしたでっかい箱が欲しいなと思いまして。 もうこればっかりはね、もうあの、ネットじゃ話にならないんで、もう足で探しに探し回りまして、もうホームセンター見たり、家具屋さん見たり、もう見て見て見て見まくりまして、やっと僕のこのヒッチキャリアにぴったりシンデレラフィットする素敵な箱を見つけました。こちらでございます。はい、北海道に唯一一一店舗だけ存在するカインズホーム。 言いたたかったんですけど実は調べたら今3店舗ぐらいあるんですね。北海道に3店舗しかないカインズホームというホームセンターのですね、アルミ収納ベンチ、こちらがマジで超シンデレラフィットサイズだったんですよ。お値段はね、2 9800円ということでね、ボックス、まあ、箱として考えると、まあ、ちょっとお高いっちゃお高いんですございますけれども、まあ、車の後ろに載せるものということでね、あんまり重いのも困るんで、アルミっていう材質も素晴らしいなと思うし、 あくまで車の外に据えつける、えー、箱になりますんで、プラスチック製とかよりは、やっぱりこうちょっとね、トタン的なね、このアルミ的な、えー、ちょっと水からも、えー、侵入を守ってくれそうな材質、この材質的にも重量的にももう完璧な、えー、ものでございましたね。 えー、早速ね、あの、組み立ててはいるんでございまして、えー、もうそろそろ出来上がりっていうところなんでございますけれども、いやーね、あの、キッチキャリアでもすごく苦い思いをしたんで、今回はね、もう説明書を目の、目をほんと皿のようにして読み込みながらね、えっ、ー、と、組み立てました。結果ね、今回のこの組み立てはね、久しぶりにちゃんと思い通りにできました。よかったよかった、めでたしということで。じゃーん、ついに完成しました。苦節1ヶ月ぐらいですかまあ、ほとんどね、ほんと、土日とかしか作業ができないから、 まあ作業時間で言ったら本当2日3日くらいなんですけどやっと取り付きましたこのねソレックスの、えー、ヒッチメンバーですねヒッチメンバーから、えー、このね穴が違った問題ね穴が違った問題で4センチ角から5センチ角への、えー、アタッチメント変換アタッチメントですねえー、付けたことによりましてここでグラグラ ここでグラグラ。二箇所で超グラグラしちゃったもんですから、えー、か、いろいろ考えた結果、ここは、えー、内側と外側の、えー、ボルトでね、かしめて、内側から外側からかしめて、えー、もうがっちりこの台とね、こっちを一緒一体ものに、えー、ボルトで固定しちゃうということでね、がっつり固定してしまいまして、えー、で、こっちのね、根元の方の部分、ソレックスの方は、さすがにそういう風にするわけにはいかないので、えー、ここにね、ずれ止めのアタッチメントをまた、えー、イメゾンで買いまして、えー、それを取り付けると。 で、そこから後ろにつながるこちらに関しては、カート。カートっていうね、メーカーの、まあ、安物メーカーですね。安物メーカーのヒッチキャリア。ヒッチキャリアを取り付けて、はい、こんな感じでね、上の方にはカインズホームのアルミ収納ベンチということでね、これがまたまさしくシンデレラフィット。この下のカートのね、ヒッチキャリアとサイズ感もバッチリな上に、ほら、ご覧ください。このエクストレールと合わせることによって、ナンバープレートを隠さない。 えさらにえ、こちら、投下類も一切隠さないえ。これでルール的には何ら問題ございません。何ら問題なくえ取り付いている。 このシンデレラフィット感これがねもし高さがもっと高かったとしたらほらナンバープレートが隠れちゃいそうじゃないですかこのナンバープレートが隠れないこの法的に何ら問題ない感じ素晴らしいはいそして中身の方はですねパカッと開けましてこちらダンパーついておりますダンパーついてるんでスッと開くしスッと閉まるし開け閉めがとってもとなしめで中の方にはねこれそのままアルミのままだと中のものとす,すれてねガチャンガチャン飛び跳ねた時にうるさいんじゃないかなと思ってこのエラスでね エラスとあと、えー、ブチルの両面テープでここを全部止めて、えー、会社に転がってたエラスでス4面全部貼りました、えー、で下の部分はね下の部分にもこれエラス貼ってるんですけど下の部分に貼ったエラスのさらに下の部分ここ四隅のところにね、えー、ちょっと穴があってそこから雨水が入ってきちゃいそうだったのでそこはシリコンコーキングで全部コーキングをしましたほら中にこれだけ物が詰めるんですよまだ詰めるよまだまだ詰める いやー、最高いいんでない、これ。で、えー、ここの部分で、えー、南京城でこれ、ロックできるような部分がありますんで、南京城でロックかければ、えー、これもね、飛び跳ねたとしても、ちょっとこう浮くぐらいで、えー、全然、そもそも浮かないね。こんだけ、蓋が重たかったら、えー、多分、ちょっとやそっと飛び跳ねた、車が飛び跳ねたぐらいじゃん。 えー、パカパカしないですね。え、トランクの方は非常にスッキリしました。非常にスッキリ。ついに7人乗りのシートがこれ、顔を出すことができたって、今まではずっとこうやってね、閉じた状態で、会社の荷物をしょうがなく積んでたんで、もうすごいトランクも汚れるしね。えー、納車1ヶ月ぐらいしか経ってない。まもうこんなに汚れちゃったのっていうのすごいかっかりだったんですけど、えー、これやっとね。 トランクの部分がスッキリしたので、えー、こうやって開けることができて。えー、で、これ7人乗りシートなんで、これね、精密的なえ測量道具とかをシートの上に乗せてね、持ち運ぶことができるようになったと。こういうね、測量器具とかってちょっと振動に弱いんで、えー、こういうトランクとかに置いたらまあまり良くないんですよね。こうシートの上に置かないとダメなんですけど、えー、そういう風に置けるようになったと。やったね。やっとできた。この喜びはね、正直、納車時よりも嬉しいですね、この箱。もう完璧すぎる。完璧。サイズ感も完璧。 最高。ここに会社の汚いものをいっぱい積むことができる、この喜び。で、車内は、え、綺麗に保ったまま。車内は綺麗に保ったまま使える。完璧。そしておき、お気づきでしょうかこの、トランク干渉問題。トランクもほら。これ見て、これほら。ほらこの4センチ5センチ角の、えー、問題が、こうをそうしましてね。トランクを開けても干渉しないのシンデレラフィットですよね。ほら。このクリアランス。 もう完璧にシンデレラフィット。これがね、クリアランスが大きければ大きいで、やっぱり取り回しに非常に不明だし、見た目もダサいんで、このシンデレラフィット感、最強。もう大満足、ほんとに。あ、嬉しいなぁ。うまくいって、グッジョブでした。さて、えー、っとね、この先はですね、この、これよ、これ。まだあんのよ。主には伝送品なんだけど、これ。 こんだけ、まだ物がいっぱいあってこれをね。今後はえ取り付ける風にしたいなと思っております。どうもご視聴ありがとうございました。じゃあの？ はい、ということでね、僕が買った AT33 型エクストレイルにヒッチキャリアと箱を取り付けたということでね、これ結構ね、苦労しただけあって、結果的にはすごいいい状態になりましたんで、ぜひね、同じ車乗ってる方、ちょっと真似してみてほしいなって思うくらい、ちょっとね、おすすめできる出来,出来栄えになったんで、ちょっとね、補足させていただきたいんでございますけれども、えヒッチキャリアに箱を抱かせる方法っていうのを動画内で説明してなくて、これね、いろいろ考え巡らせたんですけども、最終的には僕の大好きなね、このプロショップ、ホダカのね、店長さんにね、相談に乗っていただいて、もう駐車場でいろいろね、 相談巡らしたんですけど結果的にはこれ支柱の下の部分にゴムでね目くらばんついてるんですけど穴開いてまして支柱のね下の部分のなんか台座みたいなのくるくる、ね、ボルトで止まってるんですけどそのボルトの部分外すとそこでね空間ができるんですよ、でそこにこのワイヤーケーブルを切って通しましてそこのワイヤーケーブルを貼るのにですねターンバックルっていうね土木業界だと結構一般的なんですけどそのターンバックルっていうのでこうビーンと張って固定させました。 あとこの箱自体は防水仕様ではないんですよ、雨には強いんだけど決して防水ではないですよっていう注意書きのシールも貼ってあったりして、防水ではないんでございますけれども、アルミでできてるから、まあ、防水っちゃ防水なんですよね、ただこの、何て言うんでしょう、蓋の隙間蓋の隙間からはまあご覧の通りちょっり、 ちょっとね、雨水は入ってくるような感じがございましてえこの蓋のね、四隅の部分にはなんかあの、スポンジみたいなのをねあの、テープで貼っつけるなんていうんですスキマテープみたいな細いのあるじゃないですかあの、なんていううでしょうねああいうのを貼れば多分いいのかなーなんて思ってそれをちょっと今後貼ろうかなーっていう計画を僕はしていますえということでね、非常に駆け足で申し訳なかったですけどまあ、詳しくはね、ちょっと僕の民からの方にですねあの、ブログとしてアップさせていただこうかなと思いますのでもし T3 さん方の、ね、エクストレール乗ってらっしゃる方がいたらぜひえ真似してみてはいかがでしょうかどうもご視聴ありがとうございましたじゃあの